こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。昔っから何をやらせても残念な人っているよな。いるいる。今回は、そんな残念な戦国武将について解説していくぜ。その人物を当ててみてくれ。え？大友義宗かな？大友義宗は残念な武将の最強だが、今回は違う。あの織田信長の次男として生まれたが、織田家を継げなかった残念な奴だ。わかった。織田信勝だね。この動画では、幾多の争いごとをくぐり抜け、時には浪人時代を耐え抜くなど、ジェットコースターのような人生の末、実に73年の長寿を全うし、結果、江戸時代信長の息子の中で唯一の大名として残り、今の時代まで信長の血統を残す礎を築いた、織田の茶仙丸こと、織田信勝。彼が歩んできた道とは？そして彼が信長に唯一勝ったこととは？について語っていこうと思う。オーケー。それではゆっくりしていってねー。織田信勝は、安土桃山時代の戦国武将だ。信勝は永禄元年に織田信長の次男として生を受けている。信勝の母は長男、織田信忠と同じ生駒狐だ。事実上の正室と目されていた女性なんだ。信長の正室は、マムシの道三こと斎藤道三の娘貴重だよね。だけど、彼女には子供ができなかったから、事実上の正室がこの生駒狐と目されているのね。そうなんだ。ちなみに信勝のすぐ下の三男、織田信孝とは同い年だが、母親が違うんだ。同い年の異母弟がいたのね。一説には、信孝の方が信勝より早く生まれていたにもかかわらず、母親の身分の違いで信勝が次男、信孝が三男とされた説がある。さて、信勝は幼名を茶仙丸というが、この茶仙は茶の湯でお茶を立てるときに使う道具のことだ。髪を言ったら茶仙のようになりそうだから、というのが名前の由来だそうだ。信長には20人以上の子供がいて、子供たちに奇妙丸や、次、大ボラ、小ボラなどのキラキラネームをつけているよね。そうなんだ。茶仙丸なんて変な名前って感じるだろ？名付けた信長のセンスからすると、至って普通なんだ。なんせ、長男、信忠は奇妙な顔をしていたから、奇妙丸。三男、信孝は3月7日生まれだから三七丸なのだからな。それに比べたら、茶仙丸という名前は、まだまともなようにも感じられるね。永禄12年に、父、信長は南伊勢の勢力拡大のため、代々伊勢の国司を務める名家、北畠氏へ討伐の兵を向けた。信長は北畠氏の主城岡和地城を、8万の大軍で取り囲み、ついには講和を結んで岡和地城を開城させたんだ。この頃の信長は、足利義昭を将軍に立てて、室町幕府再興を果たした後で、天下統一へ盲信していた頃だよね。講和条件の一つが信勝を北畠氏の養子とすることだった。え？信勝って養子に出されることになっていたの？条件通り22歳で北畠家に入った信勝は、元亀2年に、北畠友則の娘と結婚した。もともと、北畠家の家督は友則の息子、友房が継いでいたが、徐々に信勝が北畠家の実権を握るようになっていたんだ。信勝って、何をやらせてもダメダメの残念な武将ではないのね。信勝が正式に北畠家家督を譲られたのは天正3年だが、この頃にはすでに織田家による北畠家の乗っ取りはほぼ完了していた。当主となった信勝は政務に精を出し、官位も正午井の下左近衛門の中将にまで昇進していた。官位もそれなりにお持ちなのね。当主としては順調な滑り出しと言えるだろう。しかし、信勝の父、信長にしてみれば、こんなことではまだまだ手ぬるい。信長は北畠家の存在自体を消し去るため、信勝に粛清を命じた。信長の冷酷な一面登場。信勝は命令通り北畠家のことごとくを相当した。養子となって以来、北畠家を名乗っていた信勝だが、北畠家の血は事実上、ここで途絶えたんだ。信勝が北畠家当主となった天正3年には、信勝の兄、信忠は父、信長から織田家の家督を受け継いだ。これ以降、信勝をはじめとする信長の子らは、連刺繍として信忠に仕えた。まあ、戦国時代の世の習いだね。そして、信勝は織田軍における最大規模の遊撃軍として、天正5年の松永久秀討伐戦、天正6年の大阪攻め、播磨出陣、有岡城攻め、と相次いで出陣し活躍を見せたんだ。信勝ってこんなにすごい武将だったの？ところが天正7年9月、信勝は父、信長に無断で伊賀へと出兵してしまう。前年に織田軍が集築した丸山城を伊賀州に攻められた時の報復を行うためだったんだ。そんな勝手なことをしたら、信長の怒りを買っちゃうよ。その通りだ。結果は惨敗。信勝本人は伊勢に敗走、重臣の柘三郎左衛門康重らを、討ち死にさせるという惨憺たる結果だったんだ。もちろん、
この報を受けた信長は当然怒り心頭だ。だろうね。信長は信勝へ書状を送り激しく叱責。信勝の軽率さを戒め、信長と信忠へ忠節を尽くすことを厳に命じた。さらに、できなければ親子の縁を切る、と突き放されてしまったんだ。だが、その汚名返上のチャンスを作ってくれたのもまた父、信長だった。信長の優しく寛大な一面出たね。天正9年に信勝は伊勢州のほか、織田家の宿老や大和の筒井、それに信長の旗本である近江州を率いて伊賀に出陣した。大軍でもって伊賀州を攻めに攻めた信勝、侵攻からわずか10日後には伊賀全域の城塞を落城させたんだ。信勝はさらに念を入れ、その後一月の間、残党狩りを行い、徹底して危険の目を摘み取っていったため、信長が視察に来た時にはすでに平定していた。この信長の恩情により、なんとか伊賀敗退の後始末を終えた信勝が、最もほっとしたって思うよ。この功によって信勝は、伊賀4軍のうち3軍を与えられ面目を施したんだ。このラブリーな展開好きだわ。ここで例のあの事件が起こるのね。そうだ。本能寺の変が起きるんだ。本能寺の変では、長男の信忠も死んじゃうから、信勝にとってはとても他人事ではないよね。天正10年に、父、信長が本能寺の変で応死したという知らせが、信勝の元へもたらされた。信勝は謀反人、明智光秀を討つため、すぐに軍を率いて近江甲賀郡土山まで進軍したんだぜ。しかし、兵力不足などの理由でそれ以上軍を進めることができなかったんだ。そこで信勝は、信長の居城だった安土城へと向かっている。光秀軍がいる安土城へ向かっていたところへ、秀吉の登場。そして、大事を奪われちゃうんだよね。一方、その安土城には、光秀の武将が在城していた。が、肝心の光秀は山崎の戦いで秀吉に敗れた。それを聞き、光秀軍は安土城を離れた。その直後のことだ。安土城が出火して天守閣などが焼失するという事態に。え？もしかして、信勝がやらかしたの？光秀軍の残党が去った後に、信勝が安土城に入るまでの間に何があったのだろうか？実はこの火災、イエズス会日本年報によると、信勝が放火したものだと記されている。説の一つとはいえ、なんだかものすごく納得感があるんだけど、不慮の事故だったのか、故意に信勝もしくは他の誰かが火をかけたのか、この火災には諸説あって定かではない。いずれにしても、信長の世の象徴である安土城の火災は、信勝の対象としての評価を著しく下げる原因となったに違いない。天下人、織田信長の死後の清会議では、後継者選びが最大の焦点となったんだ。主が撃たれたんだから、次の統治者を誰にするかが家臣たちの人生を左右するもんね。この時の後継者の有力候補は、山崎の戦いで父信長の仇討ちに成功した弟、信孝と、織田家家督信忠の嫡男、三法師だ。信勝はといえば、信長の仇討ちに目立った功績がなかったこともあり、後手を踏んだ状態だった。出遅れた信勝。どうする？結局、清洲会議では、橋場秀吉の推す三法師が後継者と定められ、信勝、信孝は三法師を支えるといった体制に決まった。ちなみに信勝は、信長の後継者になるために西尾北畑から織田に戻していた。信勝としては、兄貴が亡くなったんだから、次の当主は俺だ、と思っていただろうね。それなのに、秀吉が兄貴の嫡男三法師を持ち出した時に、信勝の後ろで北風と枯葉が舞った絵が見えてくるよ。後継者候補として一向に名前が上がらない状態は残念な結果だ。ともあれ北畑の名はこれによって途絶えた。清須会議の決定により織田家の家督となった三法師。本来なら安土城にいるべきなのだが、信孝をそばに置き、なかなか手放そうとしなかったんだ。これに業を煮やした秀吉は三法師の持つ家督を信勝へ移し、信孝に対抗する方針を打ち出した。猿って本当に悪知恵が働くよね。というより、信勝が気づくべきだよね。還元に騙されるな。信勝はあくまでも、信孝の対抗策として後継者に担ぎ出されただけだった。その実力を評価されたわけではない。っていうより、この時点で信勝は一人ぼっち。誰も、後継者として見てない状態だよね。霊夢でも読めたか。しかし、この棚ぼたのチャンス到来に、信勝は武者震いしたことだろう。こうして三法師、織田信孝、柴田勝家の陣営と、織田信勝、橋場秀吉、丹羽長秀、池田恒興、堀秀政の陣営との対立が徐々に深まる中、天正10年12月についに秀吉らが挙兵したんだ。ほらほら、名目は、三助殿のお迎えのためとされているが、これは清洲城から安土までの道中にある岐阜城と、長浜城の牽制が目的だった。牽制目的？
秀吉はまず長浜城を抑え、信雄と合流して共に美濃に向かう。すると美濃衆たちが次々と秀吉、信雄に降参した。本来信孝を支えるべき者たちが離反したため、もう信孝には歯向かうだけの力はなかったんだ。なすすべもなく信孝は三宝子を信雄へ渡し、さらに人質として信孝の母と娘を秀吉に差し出した。なんて弱っちい行動？信長の息子なら、最後まで戦ってほしいよ。天正11年4月に勝家と甲氏信孝は岐阜で兵を挙げたが、その静ヶ岳の戦いで敗れた柴田勝家が自陣。信雄に追われ信孝も最後は自陣した。こうして信孝に勝利した信雄は、織田家家督をめでたく総称する権利を得たんだ。信孝の死後、三宝子は安土城に移されたが、立場上はまだ織田家の家督を維持していた。ただし三宝子が幼い間、叔父である信雄が命大として家督を務めることになったんだ。あくまでも、摂政的な立場でしょ。やがて三宝子が成長すれば、家督は本来あるべき三宝子の元に戻される。だから、信雄の立場はいわば、仮の天下人という微妙なものだ。しかも天下人としての信雄はお飾りの存在に過ぎず、背後では秀吉が権力を握っていた。泣かぬなら泣かせてみようホトトギスだね。それでも信雄は、秀吉に支えられつつ織田家家督、天下人としての体裁を徐々に整えていった。この時はまだ、秀吉と信雄はお互いの利害のためにお互いを必要とする関係だったんだ。ライバルを退けて天下人に上り詰めた信雄だが、天正11年に静ヶ岳の戦いで柴田勝家に勝利し、事実上の天下人として権力を振るい始めた秀吉に、信雄は密かに警戒心を抱いていた。わかる。腹黒い猿のこと、旗目から見ても天下人を狙っていることは見えていたはず。やがて両者は不和となり、安土城を追い出された信雄は、いずれ秀吉と戦うことを見越して三河の徳川家康と同盟を結ぶんだ。父信長も家康と同盟を結んでいたよね。なんだか因縁を感じるね。一方で秀吉は、信雄の家臣、津川義冬、岡田重隆、浅井長時の三家老を取り込もうと画策していた。内通を察した信雄は三家老を直ちに処刑する。うわぁ、秀吉と対立する立場を示しちゃってるよ。天正12年に、信雄と家康は小牧山に、秀吉軍は楽田に陣を構えて退治した。だが、両軍には二度の小競り合いがあっただけで、大きな動きは見られず膠着状態になったんだ。戦での睨み合いって、結構辛いよね。これを打破するために仕掛けてきたのは秀吉方。家康の本拠地三河の岡崎城を攻めるという作戦だ。しかし、家康方の忍びにこの作戦は筒抜けだったため、秀吉は大きなダメージを受けた。え？秀吉の劣勢？この後も両者睨み合いが続く。11月に秀吉から和睦が申し出られた。だから、信雄は秀吉と和解したんだ。こうなると家康も秀吉と戦う理由がなくなってしまったので、兵を収めて講和を受け入れたんだ。あれ、平和的な解決。そして、天正13年2月に、信雄はついに秀吉に臣従したんだ。秀吉は自分に臣従する見返りとして信雄の織田家督を承認したため、なんとか織田家の名を残すことには成功。また、秀吉の旧式家として将位内大臣という行為につくことも認められた。まあ、秀吉相手に織田家を後世に残せたことはある意味勝利かも。信雄はその後、秀吉の下で自らの力を発揮。さっさなりまさ討伐の時に仲介役を果たしたり、小田原攻めに従軍して北条氏の降伏を促すなどと活躍している。しかし、秀吉はいきなり信雄に、東海5カ国への転封を命じるんだ。信雄は織田家ゆかりの終わりの地を離れたがらず難色を示したため、秀吉はここぞとばかりに信雄を改易した。もう臣従したからには、やすやすと逆らってはダメでしょう。天下統一を成功させた秀吉にとって、信雄はもう利用価値のない男。いわゆるようなしね。もう不要、とばかりに、下野から須山に入るにしたんだ。利用するだけ利用して、ポイ捨て。この時に出家して、上申と名を変えた信雄は、飽きた、伊予と転々とした。その後、家康の仲介で許され、おとぎ衆として、再び秀吉のそば近くに着くこととなり、大和国内で1万7千国の扶持を受けるまでに復活した。秀吉の死後の慶長5年に、天下分け目と言われる関ヶ原の戦いでは、信雄自身は両軍に通じながらもいずれかに加担せず戦死した。あれだけお世話になった家康につかなかったの？しかし、息子の秀勝が西軍に着いたため、関ヶ原の戦いの後、領地を失った。その後、信雄は大阪天満に居を構え、俗世から離れて生活するが、各地の大名とは連絡を取り合っていたようだ。なんだか、真田昌幸、信繁親子みたい。
それから十数年後、慶長19年に、豊臣家と徳川家の間の雲行きが怪しくなると、信勝を再び担ぎ出し、総大将として大阪城に籠城しようとする意見もあったようだ。織田信長の息子ってことが呪縛になってる。しかし、信勝自身はこれ以上権力争いに巻き込まれたくなかったのか、京都佐賀へと逃れた。晩年の信勝は、江戸幕府や政治の中枢とは距離を置いて四男、五男に所領を相続させ、京都で悠々自適の風流人のような生活を送っている。織田信勝の前半生は父、織田信長や豊臣秀吉と共に多くの戦に参加する波乱の時を過ごした。その死に様は73歳の天寿を全うして京都に築いていた時点で死ぬという穏やかなものだった。意外に長生きだったのね。元和元年7月23日に、徳川家康から延滞料のような形で大和国宇田郡など5万石の領地を与えられて、茶の湯、庭作り、文学、芸術、鷹狩りなどを楽しむ悠々自適の風流人のような延滞生活を送ったんだ。お気楽な隠居暮らし。寛永7年4月30日、京都の自邸である北の邸にて、当時としてはかなり長生きな73歳の寿命を終えたんだ。戦死、事故死などではないので、高齢、老衰あるいは老衰に伴う病気による死亡と推測される。徳川15代将軍慶喜みたいな最後かも。織田信勝は信長の息子の中で唯一江戸時代まで大名として生き残った血筋だ。関ヶ原の戦い、大阪冬の陣と夏の陣を乗り切り、政治の中枢から離れたところで信勝が趣味人のような余生を送ったことは信憑性があると思う。寛永5年10月に江戸で催された三代将軍、徳川家光の大茶会や、その2年後の寛永7年4月30日に京都にあった北の邸で、老衰あるいは病気のために静かに亡くなったとされている。結論を先に言うと、織田信勝、信孝兄弟は揉めていた。父信長の葬儀に参列しなかった信勝と信孝が揉めたのは国境問題だった。信勝が終わり、信孝が美濃を領有することになっていたが、その国境をめぐって揉めたんだ。国境問題で兄弟が揉めたとはいえ、お父さんの葬儀にも参列しようよ。天正10年8月11日に、終わり、美濃の境目について、信孝から丹羽長秀と羽柴秀吉に問い合わせがあった。それは、美濃と尾張の国境を、大河切りにしてほしいという要請だったんだ。大河切り？大河とは、木曽川のことだ。秀吉は、大河切りに賛意を示し、信勝にそう申し入れるので、長秀も同様にしてほしいと申し述べた。現在、愛知県と岐阜県の国境は、木曽川を境にしているんだ。へえ。しかし、秀吉の時代の美濃と尾張の国境は、木曽川の北部を流れる境川だった。木曽川が美濃と尾張の国境になれば、信孝の領土は広くなる。信孝は自身の領土を拡張すべく、大河切りを申し出たわけだが、無論信勝が素直に応じるはずがない。同年7月4日の時点で、信孝は終わり、美濃の国境付近に位置する瀬戸郷の9人の県について、秀吉に相談をしていた。信勝って秀吉を頼っていたんだね。国境が確定しない以上、9人がいずれに帰属するのかは、当然のごとく問題になった。その結果、秀吉は信勝と信孝の国境紛争については、信孝の意向を尊重していたことが判明する。同日付の秀吉書状によると、国境確定の件が解決したことを報告し、漁場の長浜城に戻った。秀吉は、木曽川沿いに変更を主張する、信孝を支持したんだね。国境問題は、容易に解決はしなかった。同年9月3日、柴田勝家は長秀に書状を送った。この書状によると、尾張、美濃の国境問題は、長秀にも持ち込まれたようだ。信勝と信孝は、この問題の解決を宿老衆に委ねたのだ。信孝は、大河切を主張し、美濃東三軍を、信勝に割譲するという交換条件を持ち出したんだ。ふむふむ。一方、信勝は、国切を主張したので、双方が譲ることなく、話は平行線をたどった。無論、容易に結論が出る問題ではなかった。国境付近では、諸丘人、農民の帰属問題があったから、各家は境目の黒人と信勝、信孝の双方の武用、宿老衆が調査することを助言した。領地問題はデリケートだからね。もし、新たに下々の者の帰属問題が生じた時は、その都度武用を使わして、解決すればよいとの態度を示した。つまり、明確に国境を確定するのではなく、問題が生じればその都度話し合うこととし、明確な判断を避けたんだ。逃げた。終わり、美濃の国境問題の結末は不明であるが、その後、解決されたことが確認できないので、信勝、信孝の溝が埋まらなかったようだ。国境問題は互いが納得する形で解決せず、不満だけが残った。こういう問題があったので、葬儀の場で信勝も信孝も会いたくなかった。
それゆえ、秀吉が率先して葬儀を取り行ったのである。欲深い兄弟が、猿にまんまと天下を取られたって構図が見えるよ。ここでは、デキルの部活を見せよう。デキルの部活？織田の部活は、戦国武将としての行動に失敗もあったが、彼は子孫と共に芸術や産業面でも後世に残る貢献を行っている。群馬県内唯一の大名庭園を作ったのが信勝だ。北関東随一の大名庭園、楽山園だね。名前の由来は、孔子が書いた、論語にある。汽車は水を楽しみ、神車山を楽しむ。汽車は動き、神車は静かなり。汽車は楽しみ、神車は命流し。から、もともとは小畑藩邸の庭として造営された、汽船回遊式の借景庭園だ。この庭園は、戦国武将庭園から、大名庭園へと移行する過渡期の庭園として、歴史的、文化的に貴重とされている。信勝が小畑藩で養蚕業に力を入れた結果、江戸時代を通じてこの付近が日本でも有数の養蚕地帯となった。信勝の貢献により、日本有数の養蚕地帯となったのね。素晴らしい。これが、明治時代に伊藤博文と渋沢栄一による、富岡製糸場の造営へと繋がっている。世界遺産となった富岡製糸場の歴史的背景は、織田信勝にも通じていたんだぜ。エクセレント。信勝は能の名手だ。能？能といえば信長が、桶狭間の戦いの出陣前に、熱盛を舞ったという話は有名だよね。文禄2年に、豊臣秀吉の主催で天覧能、金中尾能が、御用勢天皇の前で行われたんだ。そこで信勝自身が能を演じ、その才能を称えられている。天皇に才能を認められたの？諸芸に優れた才能を持っていた供養、この絵の豚だわ。上身、お能比類なし、扇扱い師匠師匠。と称えている。徳川実機にも呪落台での能について、ことに上身は立田の前に名を得て見る者感に耐えたりと記されている。能役者も信勝の発言を、貴重な指針と捉えていたほど、彼は能楽に影響力のある人物だったようだ。信勝は、こちらの方ではかなり有能なお方なのね。晩年に武将として生きるより、文に生きた方が信勝には合っていたのかもね。三助様のなさることよ。と、家中の者から呆れられるような失敗も多かった信勝。それなりに挽回はできているものの、世間からのイメージも、暗愚などといったネガティブなものが多い人物のようだもんね。しかし、戦国時代を生き抜き、信長の血を後世にまで残すことができたのは信勝あればこそ、凡庸な二代目であったという点がかえって功を奏したのかもしれないな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。